はい、皆さんこんにちは、ワンダリガルフィッシュです、では今回は帝都の決断法パープギット PS 版、続きをプレイしていきたいと思います。前回ハワイ攻略がね、思いのほかスムーズに、完遂できたというところもあって、今回からはインド洋の攻略を行っていきたいというふうに思っています。では早速作戦の方を始めていきましょう。でインド洋の方なんですが、今スパイからの情報によりますと、アメリカ軍の第3艦隊、さらにイギリス軍の第13艦隊が入っているという情報が入っていますので、ちょっとね敵艦の状況を見ましょう。まずアメリカ軍の第3艦隊、これがですね戦艦5隻、結構ね重たい艦隊かなという印象ですね。一方第13艦隊、これがね軽巡と駆逐艦からなる軽い艦隊なんで、まあアメリカ軍とイギリス軍合わせたこの2個艦隊、結構バランスがいい艦隊になっているかなというふうに思っています。で敵の飛行場なんですけども、第1、第2、第3とそれぞれ飛行場あってですね、それなりにいい飛行機も置かれているというところで苦戦が予想されるというふうに思っています。ただね時間を空けば空くほど、敵艦隊の、ね、増強がなってしまうので、今回は思い切って、このインド洋の攻略戦を行っていきたいというふうに思っています。ではまず国政からやっていきましょう。物資援助、まあどうしようかな、まあ、鉄、いや石油だな、また石油かと思われる方多いと思うんですけど、石油にしましょう。でさらに技術投資は、まあ、お金があるときには思い切って入れておきますといったものの、やっぱり500に変えます。なぜかというのはこの後説明します。で兵器開発ですね、新兵器が開発できるようになっているので、艦船レーダー、中身見ていきましょう。艦載照射レーダーということなので、水上のレーダー技術を応用したものですということで、命中率が 5% 上昇ということなので、早速これは開発しましょう。で今回なんでお金を節約したかというとですね、航空機前回設計した、いや、設計したところはお見せしてないかな。実は設計したものがありまして、何を設計したかというとですね、艦上の爆撃機を一個作ってます。で、何かというと、もう僕の、この、帝都の決断シリーズではおなじみの、二次型の戦闘機。それの爆撃機バージョンを作っています。中身確認しましょう。二次爆の1型ということで、まあ、特徴はねいつもと同じなんですけども、もう空戦能力は完全に、なくしました。護衛機に任せる、もう完全なる爆撃機ということで、1トン爆弾を装備して急降下が可能で、雷撃能力は持っていないというところですね。で、航続距離は2300と、割と長めに持っています。この二次爆を使って、インド洋の攻略を行っていきたいということで、二次爆をね、生産していきます。今回二次爆、そうだなぁ、どんくらい生産できる？生産できるものは全部生産したい。マックス174作れるんだったら作っちゃいましょうか。で、お金が余れば、ちょっとそれは空母の方に当てていきたいなと思います。じゃあ、作りましょう。で空母の方も実は設計してまして、これもねもうおなじみになるんですけども、空母、これが7型の空母を作ってます。すでに2隻建造中です。これで中身見るとですね、7型の空母はまあ、手砲とかはね、もちろん持っていない。副砲も持っていないということで、対空攻撃は一応攻殻砲が16機に機銃70門で、評価としては A まで持っていきました。で、搭載の航空機数は98機。ちょっと100機まではね、到達しなかったのが残念です。で、あとはね、待機を少し、まあ、ビビたるもんですが上げていて、航行速度は23とちょっと低速のものですね。この7型を、そうだな、2隻ほど作りましょう。7型の空母に乗せるのが理想なんですが、7型の空母に乗せること今は叶わないので、艦隊の編成配備で
航空機に配備をしていきます。空母には、まずは流浄型、ここに爆撃機を二重爆に変えていきましょう。流浄のね、2隻目、これも同じく二重爆へと変えていきます。で、一旦開ける必要がありますね。この状態で出撃すると、二次爆が乗ってない状態で出撃することになってしまうので、まぁ、ちょっとそういう具は犯さずに、今回はね、じっくり一旦寝かせて、しっかり、これらの空母に、二次爆が乗ってから、インド洋の攻撃へ入っていきましょう。で、香川、まだまだちょっとダメージは出てるな。まあ、ただ、もう一旦あれば、昭和までは持ってこれんじゃないかな。で、雷撃機が多いんで、ちょっとこれ雷撃機の数減らしましょう。香川の話をしています、今。雷撃機の数を減らして、あくまでも急降下可能なので、ここはね、新しく作った虹を搭載していきましょう。これでじゃあ一旦進めちゃいますね。あとはお金、鉄、少し余裕があるので、一旦進める前に輸送船を作っておきましょう。で、輸送船の配備に関してはしっかりやっていきます。南シナ海もきっとね、輸送船足りてないんじゃないかな。配備しちゃいましょう。あ、もう輸送船がそもそもない。これでお金も何もなくなってしまったんで、ターンを送りましょう。ハワイで飛行場が2つ完成してますね。走行交番が、甲板ね、開発済みになりました。じゃあ、ハワイの方は早速飛行機配備していきましょう。さあ、これでね、ハワイの防衛は、より、容易になったと思います。で、今回も国政を先にやっちゃいましょう。物資援助は、まあ、石油の押し売りをしておきます。石油はもう、ドイツの方がいっぱい持ってるっていうね、そういう状態なんですが、まあ、ここは、臆せず、石油を、担当食ってあげましょう。で、お金も使いましたということで、じゃあ、いよいよ艦隊を動かしていきます。艦隊の編成見ていきましょう。一応ですね、今回投入する艦隊なんですが、どうしようかな。揚陸艦だけの艦隊を送ってもしょうがないんで、まず第5艦隊に、空母を編入しましょう。第13艦隊の空母をね。空母を入れて、揚陸艦が1個余っちゃうのがちょっともったいないので、どうしようかな。第12艦隊と第13艦隊も一緒にしちゃいましょう。で、揚陸艦をこれ見よがしにと送っていきます。これで陣容は整ったかな。提督の配備も済んでいますので、このまま出撃を命じていきます。二次爆のデビュー戦ですね。敵の艦隊を
叩いていきましょう。揚陸艦の突入タイミングだけちょっとね、慎重に考える必要があるかなと思うので、昼に出るのか夜に出るのか、ちょっと検討したいんですが、やっぱりここはね、新型の爆撃機使いたいので、昼間、夜明けとともに攻撃を仕掛けていきましょう。二次爆。もうしばらくタイに行けてないんですけど、一応5月は確実にもう行けるということで航空券取ってあるんで、もう5月まで行く予定がないのが寂しいんですが、ここはその名前を見て気持ちを沈めましょう。じゃあまずは艦隊ですね。偵察を出していきます。了解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 。まあ、足はともかく、航続距離のある爆撃機を積んでるので、敵機を発見したら早々に攻撃機を出していきましょう。まだちょっと届かないかな。届くならもう出していく。ちょっと久しぶりにカメラオートで見ていこう。航空隊発艦。これは偵察機が先に出るはずです。航空隊発艦。航空隊発艦。敵艦隊発見。敵の艦隊発見したね。航空隊発艦。ちょっと待って、カメラワークを切り替えましょう。発艦。まずは第5艦隊なんですが、あまり敵に近づかない方がいいと思うので、ずらしていきましょう。了解。もう最初にね、爆撃機への攻撃指示を出してしまったので、今爆撃機飛んでってますけど、どうにもならないという状態ですね。敵の上空をかすめていく形です。到達できるのか、そもそも二次爆は。この距離届くね。一応爆撃機、しかも結構しっかりダメージを与えてくれている。さすが二次爆用。さあ、航空隊は敵の艦隊に攻撃を切り替えていきましょう。第12艦隊はあくまでも北へと逃がしていきます。航空隊による敵艦隊の撃滅を先に行っていきます。ちょっと天気が微妙な感じがしてきましたね。もう一回航空隊による航空攻撃ができればいいかなという感じはします。爆撃機が飛んでいきます。敵の今度はね、艦隊に爆撃をかけていきましょう。
こう見てると急降下が当たってるようには見えないな。で、第12艦隊は敵艦隊に捕捉されたという状態だね。そしたら敵基地へと突貫をかけていきます。いや、やっぱり航空攻撃なかなか当たらないね。爆撃は12艦隊が狙われてますね。ここはやっぱりしっかりまず敵の飛行場を潰していきましょう。了解。敵の艦隊には空母からの、まあ、いわゆる爆撃機による攻撃がちょっと当たらない節がありますからね。ここで雨か。了解。ではこの間に敵基地へと近づいていきます。まあ敵基地に近ければ近いほど危険もありますけど、攻撃機がね、行って戻ってくる時間というのは当然短縮されますので、その分早く攻撃できる回数が増えますからね。航空隊着艦。で、第12艦隊、陸戦隊を持っている第12艦隊は一番上の敵の飛行場へ向かっていきましょう。味方艦隊より入電。こちら第12艦隊ですね。いやー、敵の大型艦からの砲撃食らってるね。当たらなければどうということはないということなんですけど、ちょっと厳しいよね。手前がアメリカ軍艦隊、奥に見えてる艦影が、味方の艦隊ですね。まあ装甲がペラペラな駆逐艦だと当たったら大破するって感じですね。2発目当たったら撃沈されると思った方がいいかもしれません。なんとか第12艦隊がね、陸戦隊を護衛して占領部隊をインド洋に上陸させることができればまだまだ勝機はあるかなというところなんですね。味方艦大破。了解。了解。このまま雨が続いていると、その間にね、うわ、ここで揚陸艦が一隻沈められたな。第12艦隊ですね。残された揚陸艦の数は5隻です。まだ上陸できる場所にはいない。このまま夜になっちゃうと敵基地が3つあるって考えるとしんどいな。味方艦沈没。揚陸艦の数が3隻まで減らされてます。
雨が止んでくれないと厳しいですね。駆逐艦沈没。駆逐艦沈没。駆逐艦大破。さあ上陸が行えそうです。雨が止まずに夜になりそう。そうなると、まずは第5艦隊、これ射撃も行える砲撃戦も行える艦隊なんで、これを南の飛行場へ出していきましょう。駆逐艦沈没。味方艦沈没。駆逐艦沈没。陸戦隊は出ている？出ているね。第12艦隊は壊滅したな。ここまで雨が多いとしんどいよね。一番下の敵の飛行場は半分削りましたね。もう一つの飛行場は完全に無傷なんで、まず第5艦隊からの砲撃、これをしっかり行って、敵の基地を1個破壊していきましょう。まあ、夜間かつ半分、削ってるので、砲台はね、もう生きてないと思いますので、砲撃を安全に行えると思います。第12艦隊は壊滅ですね。第12艦隊の陸戦隊が行った攻撃はどうなっている？陸戦隊による攻撃、ほとんど減らせてないね。敵基地の耐久力という意味では。第12艦隊はもう残されているのは揚陸艦1隻。まあ、事実上継戦能力はなくなったと言えると思います。画面奥ちょっと見づらいんですが、敵の艦隊がこちらにやってきてますね。徐々に。できればそれまでに敵基地を1個破壊しておきたいんですが、どうだろうな。ちょっと敵艦隊に備えた方が良さそうですね。攻撃目標を敵艦隊へと変えていきましょう。第5艦隊も洋上へと移動していきます。
なんとか敵の飛行場一つは潰せそうです。インド洋と、ハワイが取れれば、まあ、しばらく時間をかけてじっくり戦力のね再編が行える環境が整うので、ちょっとそういう状態を作っていきたいと思ってます。さあ敵艦からの攻撃が始まってますね。第5艦隊の攻撃目標を完全に敵艦へと切り替えていきましょう。第5艦隊の運用はしっかり行っていき、おっと第5艦隊の行く手にもう一個敵の艦隊がいるね。挟み撃ちにされると辛いよな。ただ残念ながらそういう状態になりつつありますね。しかもこれは戦艦部隊じゃないか、恐れていた。第5艦隊がちょっとピンチだね。第5艦隊がしっかりこらえてくれれば第3艦隊の救援が入るんですけど、ちょっと今微妙な情勢ですね。しかも敵は戦艦だからな、重いよね。戦艦にはやっぱり魚雷を当てていかないと。ただ第3艦隊も戦闘に参加している状態になりつつあるので、形勢を逆転するチャンスではありますね。ウェストバージニアを撃沈できるか、これ戦艦クラスだと思うんですけどね。一気に敵のこの戦艦部隊、アメリカ軍の戦艦部隊に対しての形勢は逆転したと言えると思います。了解了解、味方艦隊より入電。敵戦艦の撃沈成功ですね。夜明けが来れば航空隊の攻撃も可能になる。ここは魚雷を打ち込みまくって敵の戦艦を沈めていこう。戦艦5隻からなっていた、おそらくアメリカ軍の第3艦隊だと思うんですよね。今相対している敵が、第5艦隊から軽空母雲龍が沈められた可能性がありますね。さあ敵の戦艦艦隊は完全に壊滅させた。そうだね、さあここから航空攻撃しっかり行っていこう。
偵察機も出していきます。飛ばしましょう。了解。空気も飛び始めてるね。しかも攻撃隊が来ているぞ。味方の直縁で持たせられるのか。空母加賀、正規空母加賀が大破してますね。そしたら加賀は失うわけにいかないので撤退させます。駆逐艦はこの際、空母がやられた。加賀が、空母、正規空母加賀が撤退の命令出しましたけど間に合わなかったですね。まあ空母を集中攻撃を受けて撃沈されたというパターンだと思います。そしたら第5艦隊はもう空母を失ったので、敵の基地へ突貫をかけていきましょう。第3艦隊は引き続きノーダメージなので、遠距離からの航空攻撃。雨が降っている今、そんなことないよね。敵の空母いるね。マルタ、これはイギリス軍だな。旗を見るとイギリス軍の艦隊ですね。うわ、ものすごい数の敵航空機が飛んでるな。この中に突入していくのか。第5艦隊もただでは済まないな。第3艦隊の元に敵艦が来てるので、敵の航空隊が来てるので、ダメージが出てますね、第3艦隊の空母にも。ちょっと気になるのが航空隊の攻撃が選べないのはどういうことだ。まさか味方の爆撃機が全滅したのか。可能性はあるからな。第3艦隊から空母を撤退させましょう。雨降ってないよね。降ってないよね。だって敵の航空機飛んでるからね。さあ敵の空母を仕留めていこう。どの航空機が発艦してるんだ。全く攻撃をしてくれてるイメージがないぞ第3艦隊。第4
敵空も沈めてますね。青葉も爆炎を放ちながら何とか戦ってくれてるね。第三艦隊は何をしている？まさかとは思うが、すでに航空機の数がほぼなくなっている。こういうことか。航空機の数がちょっと軽空母なんで足りなかったのかなというのはあるにせよ、ひどいものがあるな。そうなると空母を退避させて、残った戦闘艦で、敵基地攻撃へ向かいましょう。いや、二次爆1が欠陥だったな。空戦能力がないがためなのか。第5艦隊がなんとか奮戦してくれてるっていうだけマシだな。戦艦大破、洋上の、そうすると砲台として最後の一艦まで、最後の一門まで打ち尽くしてもらおう。方の艦隊はボロボロだけど、敵の艦隊もだいぶダメージ出てるよ。第5艦隊がだいぶ消耗してきてるね。ぐはここで敵艦隊の増援か。とりあえず敵の飛行場を潰しに行こう。了解。お、航空隊の攻撃が可能になってる。なぜだ。了解。了解。可能なら攻撃しに行くよ。航空機ちょっとボロボロになってましたね。このプレミアまだ生きてるね。イギリス軍の空母、これ沈めておきたいよな。少なくとも攻撃できない状態にはしておきたいよね。発艦できない状態。第5艦隊は戦艦もやられた、まあ、ただここまで来たらもう押し切るしかないんで。火力不足だな。
さあ第三艦隊はどうなってる。第三艦隊も苦しそうだね。第三艦隊は火力的にはね、軽巡駆逐艦しかいないんで。いや、ここで敵のただ増援が来るんでしょう。空母は沈めてないね。プレミア残ってるね。ちょっと戦略的に微妙だったのが、揚陸艦部隊があまり機能しなかったというのがすごく残念ですよね。空母どうなの、生きてる、生きてるなら航空攻撃したいけどね。第5艦隊は向きを北へと変えていきましょう。その中で航空基地破壊できればなおよし。夜のうちに敵基地の破壊ができたら嬉しいんだけどな。どうだろうね、火力的に第三艦隊は弱い部分があるんで、しっかりね、夜のうちに破壊できればまだチャンスはあるかなって感じですね。で、第五艦隊は第三艦隊とまず合流を最優先しましょう。で、3日目朝から敵の艦隊を迎え撃つ。で、その時には敵基地を完全に破壊していると一番、いいかなって感じですね。さあ、第5艦隊の飛行場攻撃は終わりましたね。第3艦隊の飛行場攻撃はどうなっている。3分の1、まあまだ半分まではいかないかなっていう感じですが、敵からの攻撃がない分攻撃を集中できているので、思いのほかすんなり進んでるかなっていう印象はあります。第3艦隊は指定地点に到達という状態。じゃあここからは艦砲射撃だな。第5艦隊もしっかり艦砲射撃に加わってもらいます。第5艦隊まだ10巡残ってますからね。10巡3隻の火力は捨てがたいよ、基地攻撃の中では。で、おそらく敵の艦隊が第5艦隊の後ろから追撃してきてると思うので、まあ、そこをどう見るかですよね。雨が降ってくれてるのは、まあ、今となってはどうでもいい話ですけど、敵艦隊の目くらましにはいいかもしれません。敵艦隊発見か。これが増援の艦隊か、もしかして。イギリス軍の艦隊ですね。そしたら敵艦隊を迎え撃つ体制を取りましょう。第3艦隊で敵の新手の艦隊を迎え撃ちます。第5艦隊はもうボロボロなので、10巡からの攻撃で敵の飛行場の攻撃を継続させる。第3艦隊でなんとか敵の攻撃を受け止めましょう。ちょっとね、艦隊の規模がわからないんですが、
大型艦はパッと見なそうには見えますね。画面奥が日本軍、手前がイギリス軍ですね。第5艦隊からの砲撃は順調に進んでいるように見えます。味方艦隊より入電。了解了解了解。敵基地の破壊はもうちょっとだね。ちょうど今画面中央に出しましたけども、もうちょっと。了解了解。第5艦隊もなんとかね、残った戦力で敵基地の破壊と敵艦隊の撃滅と頑張ってもらいましょう。第3艦隊でちょっと一時的に敵基地のね、息の根を止めにかかろう。残しとくとね、夜明けとともに飛行機が飛び始めるんで、それは避けたいです。第5艦隊も一時的に敵の飛行場にとどめを刺すのに専念してもらう。さあ、では敵の艦隊を潰しに行きましょう。了解。まだ1ミリ残ってやがる。煩わしいだ。敵の飛行場の破壊は終わった。終わってねえし。敵飛行場、日の出まであと4分だぞ。大丈夫か。了解。なんとか間に合いましたね。ギリギリ航空隊による攻撃も可能ならやっていく。どっから飛ぶのよ航空機。あの距離届くの。総力戦だな本当に。第三艦隊ってだっても空母いないでしょこれ。インド洋が思いのほかもうすごい激戦になってきてますね。ここはただなんとか持ちこたえてほしいな。何敵空母を持っているのか。敵艦隊発見。味方艦隊より入電。敵艦隊発見。空母いたか。いたね。ビーガムとかっていうのが敵の空母だな。味方艦隊より入電。了解了解。
距離を取られると傷ついた艦隊で敵空母を迎え撃つのはしんどいね。ただ敵の空母は一隻だけですよね、このビーガンっていう。なんとか近づければというのはあります。果敢にも第五艦隊従順三隻、大破の従順三隻が突入してくれている。あのハーツオブアイアン方では従順は主力艦扱いになってましたね。ビーガンを沈めないとさ、航空攻撃を受けるよ。護衛機が出たっていうことは、爆撃機も出た。もう一機、もう一隻いますね。ブルワークというのも敵の空母のようです。さあ、狭いこの海峡で。敵のなんとか空母沈めたいけど、あそこが沈んだな。敵艦も退く気配がないからね。インド洋は絶対死守という体制が見て取れますね。了解。了解。おお、航空隊ってもう出てこれないよね。だって場所的にも。いやー、第三艦隊壊滅するな。第五艦隊は、あー厳しい状態だね。ただそれでも第三艦隊突入してきてくれてるよ。すごい頑張ってるよ。ブルワークは沈められるんじゃないか。魚雷が当たれば沈められるね。もあー、もうこれあれだな、第三艦隊最後の一隻になるまで戦ってもらうしかないな。魚雷を放ってくれれば沈められるんだけどね。沈めたね。さて第三艦隊はあとは従順、東電、慶順が3隻。おそらくね、敵艦隊も撤退行動を始めてると思うんですね。こんだけダメージが出てるんで。で、基地攻撃は終わっているので、敵艦隊が撤退してくれればボロボロになりながらも、インド洋が確保できると
いう大戦果を挙げられるんで、ここは我慢したいんですよ。なんとか持ちこたえてほしいな。チェルシーは沈めよう。 OK だ、まあ、完全勝利と呼んでいいのかちょっとクエスチョンですけど、味方の損害確認していきましょう。まずは、第12艦隊は完全に壊滅、駆逐艦、揚陸艦全艦を失っています。第5艦隊からはまず戦艦の金剛、正規空母加賀、これを失っていますね。さらに軽空母ライデンも失いました。生き残ったのは従順1隻のみ。第3艦隊からは駆逐艦が1隻、あとは従順1隻、これを失っています。じゃあ対する敵の方はというと、アメリカ軍の第3艦隊、これ、戦艦遺跡を除いて壊滅させましたね。敵の第7艦隊、イギリス軍第7艦隊もほぼほぼ壊滅させています。一方13、16両艦隊は完全に壊滅させたというところで、まあ痛み分けですけど、インド洋を取ったのは大きいですね。まあ、まさに総力戦、消耗戦、まあそういったところだと思うんですが、なんとかインド洋取れたのでよしとしましょう。シナノ型ができたね。大砲型もできた。で、カイヤマトが竣工です。新技術の開発は対数兵器、高性能ソナーと航空レーダー、水上レーダー2が開発可能になっていて、航空エンジンもね、開発可能になっています。お金があればこれも使っていきたいところですね。ではなんとかインド洋を取ったというところで、だいぶ長くなってしまいましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。